長年世界第2位の経済大国として君臨してきた中国。しかしその繁栄の裏には深刻な経済的問題が隠されています。まず指摘されているのが、中国政府が発表する経済統計の信頼性の低さです。2016年には遼寧省が GDP データの改ざんを認め、他の地方政府でも同様の問題が指摘されています。例えば最近では厚生省が2022年の名目 GDP を 5% 上方修正したことが報告されています。これらのデータ操作は中国の経済統計が実際の状況を反映していないことを示唆しています。また学者たちは衛星写真を用いて夜間の降量と GDP の関係を分析した結果、中国の GDP 成長率がマイナス 3.5% も水増しされていると発表しました。つまり中国政府が公表する数字は現実とは大きくかけ離れている可能性が高いのです。 GDP の内訳と構造的な問題、さらに問題なのは中国の GDP の構造です。2020年のデータによると GDP の約 42% がインフラ投資などの固定資本形成に依存しており、これは一般的な国の 20% 前後と比べて異常に高い割合です。一方家計消費の割合はわずか 38% と低く、国民の消費が十分に活発でないことがわかります。これは中国が過剰なインフラ投資によって GDP を維持で持しているだけで、国民の生活水準が向上していないことを示しています。このような経済構造は長期的には持続不可能であり、過剰投資が経済の生産性を低下させる原因にもなっています。中国政府はこれらの問題を認識していながらも対策を講じていません。なぜなら経済成長が鈍化すれば社会不安が高まり、政府への不信感が広がる危険があるからです。そのため短期的な成長を維持するためにさらに投資を続けるという悪循環に陥っているのです。しかしこの状況が長続きすることはなく、最終的には経済崩壊という転倒を迎えることになるでしょう。不動産バブルと地方政府の財政危機、中国が直面しているもう一つの大きな問題が不動産バブルです。2000年から2020年にかけて中国の住宅価格は約4倍に跳ね上がり、多くの国民が投機目的で不動産を購入するようになりました。現在中国の人口14億人に対し34億人分もの住宅が供給されており、供給過剰の状態に陥っています。このバブルが崩壊し始め、不動産価格の下落が金融システム全体を圧迫しています。さらに多くの銀行が不動産関連の融資を行っているため、不動産市場の崩壊は金融危機を引き起こし、地方政府も深刻な財政危機に直面しています。多くの地方政府は土地使用権の売却収入に依存しており、不動産市場が冷え込む中でその収入が激減しています。この状況により地方政府は債務返済に追われ、必要な公共サービスや投資支援を行うことができなくなっています。人口減少と少子高齢化、また中国は急速な少子高齢化に直面しています。2015年に一人っ子政策を廃止したにもかかわらず出生数は減少を続け、2022年には1000万人を割り込みました。この出生数の減少は将来的な労働力の不足を引き起こし、中国経済に深刻な影響を与えると懸念されています。労働力人口の減少は経済成長を阻害し、高齢者の増加は社会保障費の増大をもたらします。中国の経済システムには多くの課題が存在しています。まず教育システムの問題が挙げられます。大学などの高等教育を受けた若者の数は増加していますが、労働市場においてそのスキルが求められていないことが多く、学歴が高いにもかかわらず職を得られない高学歴失業者が増加しています。これは教育システムが急速に変化する経済のニーズに対応できていないことを示しています。さらに中国の戸籍制度も雇用問題を複雑にしています。
都市部と農村部の間には大きな格差があり、農村部から都市部への労働者の移動が制限されています。この結果、労働市場の柔軟性が損なわれ、労働力の効率的な配分が妨げられています。こうした問題は、中国の経済成長の限界を示しており、労働力人口の減少と高齢化が進行する中で、中国の経済はこれまでのような高度成長を維持することが難しくなっています。中国政府はこれらの課題に対して抜本的な改革を行う必要がありますが、そのためには大きな政治的リスクが伴います。習近平政権は政治的安定を最優先にしているため、効果的な対策が遅れています。習近平主席は権力を強化するために独裁体制を確立し、反対勢力を排除することで政治的な安定を維持しようとしていますが、その結果として経済成長に悪影響を及ぼしています。特に共同富裕政策は表面的には富の再分配を目指しているものの、実際には成功した企業や個人の成長を制限し、経済の発展を妨げています。また民間企業への規制強化や国有企業の優遇措置は市場経済の減速をやめ、企業の革新性や競争力を低下させています。さらに中央集権的な意思決定プロセスは地方や民間の独自の創意工夫を抑制し、経済の柔軟性を損なっています。2014年に制定されたスパイ防止法は外国人スパイの容疑での逮捕を増加させ、外国企業や投資家にとって大きなリスクとなっています。これにより中国のビジネス環境は悪化の一途をたどっています。国際関係においても習近平政権の強硬な姿勢が問題を引き起こしています。台湾問題や南シナ海での領有権をめぐる争いにより周辺国との緊張が高まっています。特にアメリカとの貿易戦争は中国の輸出産業に深刻な打撃を与え、技術革新を妨げています。また香港での民主化運動への弾圧は香港の国際金融センターとしての地位を弱め、中国経済全体に悪影響を及ぼしています。さらに言論統制の強化はイノベーションや創造性を抑制しています。自由な意見交換や批判的思考が制限されることで、新しいアイデアやビジネスモデルの創出が困難となり、長期的には中国の経済成長と競争力の低下につながる恐れがあります。また反腐敗キャンペーンは一見良い取り組みのように見えますが、実際には官僚機構の意欲を低下させ、政府の意思決定プロセスを遅らせ、必要な経済改革の進展を阻害しています。2018年の憲法改正により国家主席の任期制限が撤廃され、習近平体制の長期化が可能となりました。これによりさらに政策が硬直化し、独裁欲が強まることが懸念されています。長期政権は経済政策の柔軟性を失わせ、変化する世界経済に適応することがより困難になると予想されます。また習近平政権の軍事力強化も経済に悪影響を与えています。軍事費の増加は教育や社会保障といった分野の投資を圧迫し、経済の持続的成長を妨げる要因となっています。これらの政治的リスクの増大は中国経済の成長に大きな足かせとなっており、経済成長よりも政治的な統制を優先する現体制は中国を再び経済的困難に直面させる可能性を高めています。さらにこのまま進めば中国経済の長期的な停滞や衰退、さらには崩壊につながる可能性があります。中国経済が崩壊すれば世界経済に甚大な影響を及ぼすことが予想されます。中国は世界の主要な貿易相手国であり、中国との経済的関係が国には大きな打撃を受けることになるでしょう。まず中国からの輸出が通ることで世界中のサプライチェーンが混乱します。特に日本への影響は深刻です。日本の大手自動車メーカーは部品供給が停止することで生産が通り、販売収益が大幅に減少する可能性があります。また家電製品やゲーム機の製造も中国に依存しているため、製品の供給がストップし、製造ラインに影響が出るでしょう。さらに
中国経済の崩壊は世界的なデフレ圧力をもたらす可能性もあります。中国からの安価な製品の供給が途絶えることで、一時的にはインフレ圧力が生じるかもしれませんが、長期的には世界的な需要の低下によりデフレ圧力が強まることが予想されます。また中国が保有する大量のアメリカ国債を売却すれば、世界の金融市場に大きな混乱が生じ、金利が上昇し経済活動が停滞する恐れがあります。このように中国経済の崩壊はグローバル経済に深刻な影響ある可能性があり、特に新興国経済や中国との貿易関係に依存する国々は深刻な打撃を受けることになるでしょう。中国経済の動向と世界への影響。中国は多くの新興国にとって重要な貿易相手であり、中国経済の停滞はそれらの国々に深刻な打撃を与えることが予想されます。中国からの需要が減少することで新興国の輸出産業が大きな影響を受けるだけでなく、これまで中国から受けていた投資や援助も減少することから、経済成長が停滞する可能性があります。また金融市場においても、中波国関連の株式や債券の価値が急落することで、投資家はリスクを避ける動きを強め、世界的な市場の混乱が広がることが考えられます。このような状況では各国企業の資金調達が困難になり、投資活動や雇用が減少するリスクが高まります。中国経済の崩壊がもたらす政治的影響。中国経済の崩壊は経済的な影響にとどまらず、世界的な政治的な不安定を引き起こす可能性もあります。経済危機が社会不安を誘発し、極端な政治的イデオロギーが台頭することで、国際協調や自由貿易体制が脅かされるかもしれません。その結果、世界経済の回復が一層困難になることが懸念されます。中国経済の崩壊は世界全体を巻き込んだ大規模な経済危機を引き起こす可能性が高く、その影響は深刻です。新たな成長機会と注目される国々。一方で中国経済の衰退はインドや東南アジア諸国のような新興国にとって新たな成長機会をもたらすかもしれません。これらの国々はグローバルなサプライチェーンの最中で中国に代わる世界の工場として注目されています。特にインドは急速な経済成長を遂げており、14億2000万人という世界最大の人口と豊富な若い労働力を有しています。インド政府はインフラ整備やビジネス環境の改善を進め、多国籍企業の製造拠点としての地位を強化しています。インドと東南アジアの可能性。インドの強みは IT 産業の発展と英語が広く使用されている点です。これによりインドはグローバル企業のバックオフィス業務やソフトウェア開発の中心地としての役割を果たしています。また消費市場の拡大に伴い、インド国内の中間層の成長が自動車や家電製品の需要増加を促していますが、カースト制度や官僚主義、規制の複雑さなどの課題視が残されています。同様にベトナムやインドネシア、フィリピンなどの東南アジア諸国も若い労働力と成長する市場を背景に、自由貿易協定の拡大や外国直接投資の増加により経済成長を加速させています。特にベトナムは中国の製造業の代替地として注目され、電子機器や繊維産業で急成長を遂げています。インドネシアも人口や豊富な天然資源、中間層の拡大を背景に今後の成長が期待される国の一つです。世界経済の多極化と新興国の台頭。これらの国々の成長はグローバル企業にとって新たな投資先や市場を提供するだけでなく、世界経済の多極化を促進します。中国依存型のリスクが分散され、より安定した経済構造が形成されることが期待されます。これらの国々は民主主義や法の支配など普遍的な価値観を共有しており、政治的な安定性も重要な要素となっています。中国の代替国としての限界と課題。とはいえこれらの国々が中国の役割を完全に代替することは困難です。中国の巨大な製造能力や市場規模を一気に埋めることは難しく、
各国もインフラ整備や教育水準の向上、政治的安定性の確保といった課題に取り組む必要があります。それでも長期的にはこれらの国々が世界経済を牽引する存在となる可能性が高いでしょう。